皆さんこんばんは。ステマリストしゃべるんです。今日はですね、昨日のの処分すると言っていた冷蔵庫の、えー、と処分結果ですね。はい、えー、ここに置いてあったんですけど、今もうここないんですよね。で、これですね。はい。あ、メーカー名出てんな。店の名前出てんな。 まああの上心さんで購入したんで上心さんに引き取ってもらいましたえー、っとですねまあこれねちょっと具体的なねあの額が出てないんでわからないんですけどこのリサイクル量が4,000いくらかだったと思うんですねで運搬引き取り料これが上心さんの上心さんに行くお金でこれが3,000いくらかやったかな。 ほんで、これ、あの、室外行と、私はあの3階に住んでるんで、3階なんで、なんか、あの追加料金取られて、1080円取られた言うたんかな。で、その合計が、はい、こちらですね。8964円ですね。なんだ、これは。あ,あなんか、書き間違いか、なんかかな。はい、えー、8 9 6四円です。はい、ちゃんと引き取り日もね、昨日の、 機能になってますね。はい、そういうことでえー、えっ、ー、と昨日引き取ってもらった冷蔵庫の、えー、金額の動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録といいね。ボタンをよろしく。いいね。ボタンにクリックよろしくお願いいたします。それではまた。